はい、波乗り三昧です。明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。2019年1月2日水曜日2時の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日波サイズ腰から腹、天気は晴れ、やや強い北西風、人数は25名ほどです。それでですね、波質なんですが、ワイドダンパーで、ほとんど遊べていないというかね、そのような状況です。それでですね、今日は中潮で、干潮が5時40分プラスの80センチ、満潮が11時37分の1メーター22、再度干潮が23分でプラスの22になっています。それでですね、進行波があまり良くないというか、もう本当ワイドで、ダンパー気味な波しか入っていないですね。それですね、先ほど2名ほどの方とお話ししたんですが、今日はですね、鳥の海方面、鳥の海は、北東のうねりを受けていて、サイズが頭ぐらいある模様です。それですね、鳥の海のテトラ近辺じゃなくて阿武隈川の河口がね、いいというね、情報をいただいてます。あそこ、阿武隈川の河口はですね、ポイントまでパドルアウトが相当距離があるので、まあ本当上級者、あと知り合いとね一緒に入らないと、潮流れとかによるとドアウトにね流される危険もあるので、まあ鳥の海のね状況に詳しい人じゃないとちょっと難しいポイントで、ちょっと危険のあるポイントなので、海入られるときは気をつけていただきたいと思います。あとですね、昨日笠野とか鬼婆婆とかね、見た方とお話ししたんですが、昨日はなんかダンパー地区で良くなかったっていうかね、そのようなお話伺いました。あとですね、閖上河口とかもいいんじゃないかなと思っています。これからねチャリ乗ってちょっと見に行こうかなというか、でも遠いなと思ってまだちょっと迷ってるんですけど、行けたら動画アップできればと思って、いました。20分ぐらい前に来たんですが、波速いんですよね。速いっていうか、もうほとんどダンパーチックな波がほとんどで、進行この時間は良くないと思います。まあお正月でねお休みなので、初乗りっていう方もね、いらっしゃるとは思うんですが、まあ状況はあまり良くないですね。
まあ、右階段の前あたりを映していって、右階段のここが右手で、10名ほど固まって入ってますね。あの北東のうねりの回り込んでくる入ってくる方向が全然今日は良くないのかなっていうかね、まあ、東の方からこうまあ、結果として入ってくるっていうかね、沖防波堤から回り込んで入ってくるんですが、ちょっとダンパーチックですよね今日は。
そろそろ時間になりました。ご視聴ありがとうございました。